おはようございます。黒バラ軍団リーダーの誠司です。さあ本日のターゲットホールはビッグアップル加古川店さんで実戦です。朝の入場ですが、約430人ぐらいの並びの中、僕の入場整理券番号は96番でした。朝一の立ち回りですが、残念ながら前日の下見ができておりませんので出目などは控えていないんですが、事前にネットなどのデータ収集をしておりまして、その中で11台以下の構成機種、こちらに強い傾向があると判断しまして、その中からマドカマイカ2、北斗の拳天章、そのあたりが確保できれば、打っていきたいと思っております。あとジャグラーシリーズにおいては、ファンキージャグラー、そしてマイジャグラー4あたりを狙っておりますが、まあ、全てのその狙い台も含めて、抽選結果の数字取れなかったら、その後はゾーン狙い、天井狙い、それらを駆使して臨機応変に立ち回っていけたらなと思っております。本日も勝てるよう最後まで努力いたしますのでよろしくお願いします。お願いします。おはようございます。お願いします。窓マギ埋まりましたね。であれば天章、天章行く人がいないのはちょっと怖いですけどね。まあ1週間ほどデータ見た中で、この北斗の島でも真ん中目よりは角台角2が強い傾向があったので、まあ、通路に面した一番角を抑えました。でとりあえずですけど、こちら有力艦ランプは消えてますね。でこちらのホールさんのハウスルールで、この台を確保したらしばらく離席ができないので、まあね、皆さん入場されて離席できる状況になったら朝の状況を確認しに行きたいと思います。では打ってきます。で他の機種も同じくですが、朝一はボーナス柄揃いですね。さあ北斗天使を少し回したところで、お客様の入場を、ね、終えられたようなので周りの状況を確認しに行きたいと思います。窓間着2なんですけど、僕が北斗を抑える前ちょっと余裕あったんでね、朝降格いっかというのを確認してたんですが、この角の台、そして角から3番目の台がまだゲーム数も浅く、おそらくリセットからの降格確認できました。アトン台に関しては、少しゲーム数がね、もうすでに打たれてて進んでいたり確認できなかったりだったんですが、まあ一つとして挙げていた、まあ、11台以下の機種構成の中の、まあ、角の方に強い傾向があるというさらに推測を加えた部分で、まあ、角台がね、とりあえずは降格スタートだったというのは、まあ、狙いとして北斗にも反映されるのかなと思いました。で朝からやっぱり満台になったので熱心に狙われている方もいらっしゃるということで、まあ、狙いはある程度間違っていないのかなと思います。さあ3大構成の、タイマドー学園なんですけど、有力艦ランプついてます。なのでこれは、据え置きではないかというところで、データなどを確認する結果、あの前理性ぐらいではないかと思っていたんですけど、据え置きの台まだ見受けられるので、まあ、そういうところはしっかり朝の傾向を見ていきたいと思います。さあ最初の状況を確認しました。正直稼働が非常に高く、6号機に関しては、ランプなどで判断できるところもうすでに回されているのでね、ちょっと難しかったんですが、かつ空き台に関してもボーナス揃いなので、まあ、今後その学訓などでの理性性判別っていうのもできないのかなと思います。まあ、そんな状況ではありますが、少数構成の対魔道なんかは有力艦ランプがついたままであったり、そういったわずかなところは見れたので、今後も理性性状況判断できるようなところは随時ホールをチェックしながら、まずは自分の天章がね、状況がいいのかどうかっていうのを自分で進めて判断したいと思います。
なんとか雪が降ってくれましたね。正直あのここまでで引いた必殺チャージで、安倍氏以上のセリフが引けてなかったので、ちょっと初っ端から、A が選ばれてると辛いかなと思っていたんですが、あ、ここでチャンメですね。106ゲームさあ現在619ゲームで、煽り来ていますが、まあモード B 以上は確定しているのでね、ここの前兆で当たります。643ゲーム総投資12本で、激闘ボーナスです。勝負玉3つですね。500レベル1、バトルレベル3ですね。バトルレベル4、子役レベル1です。まあこのプッシュの何十分の1でこうバイブすればこの時点で勝っていればするんですけどね、長押ししてれば確実に分かるんですけど、まあもう今のところバイブなしでそのままいきます。ちょっと何か引かないともう厳しそうですけど、チャンスアップ。ああここで引いた。さあ表示されれば勝ちです。ああギリギリですね。今のスイカでなんとか勝利です。リプレイでいけたのか、やっぱそうですね、リプレイで 25%。 さあラストですね。さあラストもシン。文字色は青。何にも引いてないですけどね。ああ確定。まあ何せよ AT ゲットです。流れず470枚、半ですね。奇数しさ。さあ AT を終えて、正直モード B の天井までは連れてかれてしまったんですけど、まあ AT にもちゃんと当選して、もちろんね、AT 激闘ボーナスからの AT 当選率は、高設定ほど優遇されてますし、まあ、でかつ、まあ、弱 AT だったと、まあ、高設定ほど弱 AT を積み重ねて、まあ、早い当たりをゲットしてね、弱 AT を積み重ねて出玉を増やしていくというような内容になってくるので、
に入ったこと自体もプラスですし、まあ、リセゴはとりあえず B だったというところで、まあ、これ以降の、モードですね、まあ、深いところが選ばれず、まあ、A も避けて、まあ、C の出現率も適度にあるというようなモード以降をもう少し見てね、判別押し引きを図っていきたいと思います。さあこれで A 点ですね。でまあ965あるんで、まあ、勝負球もう1個もらえると思います。追加投資して17本です。捉えないか。100レベル2、3、4、500レベル4で一発目のバトルレベルは3ですね。さあ行きましょう。もし赤何も引けずですね。確定だったらですかね。あ、違う、外れベル。なるほど。65% オーバーで勝負。何も引けずですね。ただ勝ちと。ああここで引いたかな。ジャクチェリー。ああここのジャクチェリーでなんとか継続ですね。チャンス目からバトルレベル1アップ。69% で勝負ですね。赤文字。チャンスアップ、何も引かず。ああここで引いたと。ああ確定してたってことですね。まあ何せよ、A 点から AT ゲットです。これで 90% まだ続いてくれそうですね。
ということで5セット872枚で、サウザーですね。なんで、偶数試算、まあ、奇数1回、偶数1回という状況ですね。トロフィー関係は出ていません。さあ、AT 終了から5ゲーム、回しちゃったんですけど、まあここまでね、リセット後の B 点、そしてその次が A 点と当たったゲーム数に関してはいいとこ正直ないんですけど、まあ、AT の突入、激闘ボーナスから、2回とも AT につながってまして、まあ、AT の突入率設定1の解析数字が、まあ、1000分の1大体で出ていて、で2以上に関しては、まだ調査中という段階ではあるんですけども、まあ、それプラス根拠を持って、北斗天翔を狙い島として挙げてました。でかつ、角角2あたりの強めのところ、自分がそう思っているところは抑えることができたんでね。まあ初当たりのゲーム数は辛いですが、もう1セットぐらい様子見ていいと思いますのでね、この台を引き続き打っていきたいと思います。324ゲーム、勝負玉1個もらって世紀末ゾーンですね。中段チェリー、ああまた引いた、スイカですね。363ゲーム、中段チェリーから激闘ボーナス、世紀末ゾーンの中段チェリーですね。持ちメダルで当選です。500レベル3のファーストバトルはバトルレベル3ですね。73% でバトル。2ゲーム目の外れベルで継続ですね。さあ、トータル 62% オーバーでサウザーとバトルです。何か来ましたね。リプレイ、リプレイで 35% ですね。スイカも引きました。あー違いました、チャンス目です。レアクで 60%、 さらに何か引きましたね。またリプレイ 35%、 結局は、3ゲーム目のレアクですね。 60%、さあ 60% オーバーでサウザー、リプレイ 35% ですね。ここでチェリー 60%、
文字色変わってまたリプレイですね。赤文字に変わりました。これは大丈夫でしょう。当たりました。リプレイ1ゲーム目ですね。まあなんとか AT ゲットです。ということで5セット792枚シンですね。奇数した。さあここまで打ってきまして、3度目の AT を終えました。ここまで見てみると、初当たりは一番最初、B 点そして A 点で3回目の当たりも、まあ、天候の変化もなくセリフの下もなくおそらく A だったと思います。あそこで子役で刺さなければ、400それ以上 A の深いところ連れていかれたと思うんでね。まあ、そう考えると、まあ、AT の入りに関しても、まあ、偶然子役を引けたからこその伸びだったと思います。まあ、そういうところを加味して、まあ、設定意識して打ち出しましたが残念ながら、ね、上の要素ここまで見受けられませんのでこの台をここまでにして別の台を探したいと思います。さあジャグラーコーナーでは狙い島と考えていたマイジャグラー4とファンキージャグラー上げていましたが、まあ、あの数字だけ単純に見るにっていう感じですけどマイジャグラー4はちょっと角2の1台は順調に数字がついてるなんで、前代系というよりは、このメリハリが効いた感じかなというものに対しファンキージャグラーですね、前代ともに合算が、現状ですが、まあ、4、5以上の合算がずらずらと並んでいる状況です。まあ、まだまだ回転数稼がないとわからない部分もあると思いますが、ファンキージャグラーに関しては本日当たりなのではないかなと思います。さあこちら5大構成の戦国コレクション4の島なんですが、全5大ですね。全5大が、まあ、出玉もしっかり作っていてで今あの箱積みしてない台もずっと打たれてて、グラフもねプラマイゼロを行ったり来たりというところがあります。なんで今日に関しては戦コレ4、まあ、AT の、ね、初当たりも3000回転ぐらいで、30回弱ですか、そのあたりしっかりね ART もついてきているところを見ると、まあ、おそらくこの5大構成の戦コレ4はこう上が見込めるんじゃないかなと思います。まあ、なかなかね人も変わらず開かないとは思うんですが、まあ、もし狙える機会があれば積極的に打っていきたいと思います。こちらの10代構成の、窓巻き新兵の島なんですが、まあ、あの10代やって、7台ほど上に、ね、箱を積んでらっしゃるお客様いらっしゃってで出玉が少し、ね、出てない台も下皿には玉ありますし、何よりですね、AT 確率が、回転数と照らし合わせるとコンスタントに引けているという状況があります。で、まあ、あまり出玉ついてきてないお客さんも、プラスマイナスのこう行ったり来たりっていう状況が続いているので、まあ、数字的には問題なく AT 引けているところを見ると、まあ、トータルでこちらの新編の島も前代系なのかなと思います。さあ今北斗天章を打ち終えてある程度県に回っている状況でありますが、まあ、島内、おそらく設定を感じる、ところというのは見えてきたかなという状況です。まあ、ですが今天井狙いゾーン狙いで打ち出せそうな台というのは見つかっていないので、まあ、この後は、そういう設定を感じるような島で空き台があれば設定狙いしますし、ゾーン天井で、まあ、狙えるところあればそちらも積極的に打っていきたいなという状況です。僕のサマイがおそらく今プラス350枚ほどなので、まあ、このリードは保ちつつさらに出玉を増やすべく台を探していきたいと思います。ジオン最短の、1093番台、こちらなんですが、液晶内、387ゲームですね。で通常消化400ゲームでチャンスゾーンの天井になりますのでこの台を天井狙いで打っていきたいと思います。やってきます。
まあ言うてあと13ゲームでチャンスオンなんで、まあそこを見て当選すればいいですし、当選しなかったらまあ前兆だけ見てやめたいと思います。さあ現在、427ゲームですかね。まあ400ゲーム以降は、AD やボーナス終了後と同じようにチャンスオン超降格状態になって、でそれの転落ケーキはチャンスオン引くまで、転落しないので、今日チェリーですね。今日チェリーが430ゲーム、まあなんでチャンスオン当選するまでは確実に打ちます。にゃー、はい、430何ゲームかですね、四国の時入りました。これがチャンスオンですね。でこれは弱い方のチャンスオンで 37% 当選率があります。リプレイや、レア役を引いて、まあ、チャンスアップを目指していくというところですね。でレア役スイカですね。スイカでステップアップ押し順ナビですね、はい、で押し順ナビ今出たんですけど、ベルが上段転廃しててベルが外れました。これもベルナビのチャンス名という扱いになりますね。黄色さあユイストーリー、トシオくん、トシオくん、ここはトシオの部屋ではありません。当たりました。チャンスオンからですね、持ちメダルで当選です。ゴーボーナス、さあここで、罪深くときは2ゲームですね。厳しい態度が少ないのばかりですね。はい、ということで104枚、でこれは終わってしまったんですが、このボーナス後も、同じように、チャンスゾーン超高確率状態なので、まあ、チャンスゾーン当選まで打っていきます。さあ当選ならずですね。ではこれでチャンスオン合格もチャンスオン超合格も抜けたんで、ここまでにして他の台を探したいと思います。ホス番長3の1495番台が現在累計ベルが126ですね。まあこうなってくると天井期待値も、2000円オーバーしていくんで、この台を天井狙いで打っていきたいと思います。ここで天井ですね。1405ゲーム、いただきじゃ。
1407ゲーム天井からの頂きジャーニーです。お、ステージアップの状態からスタート。よし、ベルで座禅なんで対決確定ですね。さあここ大相撲弱対決、赤カットイン、よし、背景は青、2セット132枚。さあ、54ゲームですね、対決の結果だけ見て終了したいと思います。他の台を探しましょう。さあ、番長3を打ち合えて店内の状況を確認しています。まあ、僕のサマイが、今マイナス200枚ほどですので、まあ、なんとかね、投資を上回る出玉を作りたいと思っていますが、まあ、あの高設定見えてきている台というのはやはりね、お客さん変わりませんし、ゾーン天井と見て回ってはおりますが、なかなか打ち出せそうな台はありません。まあ、ですがね、200枚であれば残り時間を使っても、十分にまだね、まくれる可能性ありますので、根気強く台を探していきたいと思います。オス番長3の1533番台が現在905ゲームで、累計ベルが128です。まあ、ですんでね、十分天井期待値プラスなんで、これを天井狙いで打っていきたいと思います。ベル回数から1078ゲーム対決ですね。チャンスアップ、ここで引いたベル、即特訓ですね。1096ゲーム発展、よし、 MB カットインは白、厳しいか、おー、いけましたね。対決中のベルから持ちメダルで当選です。1100ゲーム、さあ2セット174枚です。さあ対決後また数ゲーム回しましたが、特訓にはね、張りそうもないので、この台は123ゲームでやめて他の台を探したいと思います。オッサラリーマン番長2の1294番台
こちらが現在152ゲーム、こうなってくると B の煽りを見てやめられた可能性があります。まあ、ですが、確定的なことは言えないので、まずは200まで回して200で前兆が来たら、そこだけ見てやめます、 A と判断して、で200まで回して前兆が来なければ、B の可能性さらに上がりますんで、まあ、そうなればね、このゲームからでもモード B であれば天井期待値プラスなんで、この台を200ゲームのところ判別しながら打っていきたいと思います。さあ今打ち進めて207ゲームです。で200ゲーム超えたところでも、雫ステージへの移行がないですね。となるとやはり当初の予想通り、まあ、100ゲーム過ぎてからすぐ前兆が来て、B の煽りが来てやめられたところだったんですね。まあ、確定的なことではないんですが、まあ、ほぼほぼこれは B と判断していいと思います。なんで300でまた煽りが来て、まあ、そこで当たればいいですし、まあ、最悪500のところ B 天井までには当たるというところですね。まあ、B が確定しているところで、150ゲームから打ち出しても、まあ、期待値十分プラスになりますので、もう完全な天井狙いに切り替えてここは打っていきたいと思います。取りましたね、548ゲーム B 点です。なんとか持ちメダルで当選しました。赤7番長ボーナス、ノルマスタンプ6個で6パーアップですね。トトロキでいきます。26% でスタートです。最後まで引けませんでした。 46% で抽選ですね。お、チャンスアップです。文字色は白、難しいか。AT 入らずでした。ロゴもないのでここでやめたいと思います。停車しました。北斗の拳天正の1312番台、まあ、こちらなんですが、スランプグラフがね、このような感じに、まあ、コンスタントに AT に入ってます。で、もともと狙い島であった北斗の拳天正、まあ、候補として稼働2台を挙げてたんですが、これに関しては稼働台ではないんですが、まあ、しっかり使われてたということと、もともとの狙い島である、北斗でしっかりした、ね、データを見ることができましたので、この台を時間の許す限り、打ち込んでいきたいと思います。さあ、これでポイント貯まって世紀末ゾーンですね。119ゲームです。ここでチャンス面をまず引いて、勝負玉も世紀末ゾーン入ったんで1個プラスされました。さあ、一度もバトルに発展しなかったので継続ですね。相手はラオウ。ここでチャンス目引きました。チャンスアップはなし。
当たりましたね。チャンス関松ゾーン中のチャンス目ですかね。141ゲーム追加投手して、20本です。勝負球は5個、クワークレベル2上がりました。バトルレベル、クワークレベル1アップ、バトルレベル1アップ、バトルレベルが1アップ、子役レベルは3で、ファーストバトルのレベルは、4ですね。 67%チャンス目からバトルレベル2上がりました。78%オーバー。何も引けなかったですね。なんとか勝ちました。2ゲーム目の外れベル、さあ 62% オーバーでサウザーとバトル。おー、確定しました。ここで中継でしたね。あざす。なんとかこれで AT です。ああ行きましたね。サウザーとのバトル。プラス20、30。55ですね。さあ65でチャージです。チャージが決まりましたね。あ、ここでチェリー、ジャックチェリーです。残念。さあ、4セット結構伸びてくれましたね。988枚です。で、シーンですね。さあ、ということで、AT 終了して、まあ、上の表示獲得1006枚というところですね。で、時刻が、ちょうど10時過ぎたところです。で、閉店まであと40分ほどとなりました。まあ、ここからね、設定狙いで打ち出しましたけど、まあ、打っても初当たりもらう頃に、出玉を減らして閉店ということにもなりかねませんので、この台はここまでにするとともに、まあ、他をね、見てもなかなかこれから出玉をさらに増やす違う台というのは難しいと思いますので、今日の実戦は以上として出玉を流したいと思います。さあ、この中に出玉全部入りました。回収は1037枚でした。お疲れ様でした。実戦終了しました。本日の結果ですが、朝一は狙い機種の一つであった北斗の拳検証に座り、なんとか出玉を作ることができました。その後はゾーン狙い、天井狙いに徹したんですが、その作った出玉を徐々に減らす展開となり、苦しい状況が続きましたが、最後に高設定とおぼしき北斗の拳天井を打ち、
投手を上回る出球を作ることができました。本日の反省点としては、狙い騎士の一つであった北斗の拳天翔、確かに強い台はあったんですが全台というわけではなく、他に候補に挙げていたファンキージャグラーなんかは強い挙動を示していたんですが、それ以外に、機種単位で強いところが、他の機種にたくさんありましたので、次回からはさらに狙い機種の精度を高めて実戦に臨みたいと思います。本日の結果ですが、投資1000枚、回収が1037枚、差枚数がプラス37枚でなんとか勝つことができました。次回以降も勝ちにこだわった立ち回りを心がけますので応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。